札幌から戻ってきた状態で行ってたんですけど、もうびっくりしましたね。え、めっちゃ状態良くなってるって思って。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまっこです。今日は今までお話ししてこなかった再生医療のことについてお伝えしていこうと思います。なぜ今まで話題にしてこなかったかというと、まあ単純に伝えるのが難しかったからです。過度な期待をさせてもいけないし、まあ、かといって、希望を持てないような発言をするのも違うなというのもあって、今までお伝えすることを控えていました。今回お伝えするにあたって理解していただきたいことが、私が見て聞いたことだけをお話ししているということを理解していただいて、聞いていただけたらなというふうに思います。いろいろな再生医療がありますが、今回お話しするのは大阪大学で行っている再生医療と札幌医科大学で行っている再生医療についてお話ししていきます。どちらも術前後で、コクリハでこうリハビリを行ったり、待機というかそういう検査みたいなのも行ったりするのもあるので、そこで見て聞いたことをお伝えしていこうと思います。まず大阪大学の再生医療ですが、自家球粘膜移植による損傷脊髄機能の再生治療というものです。簡単に言うと、鼻の粘膜の細胞を取って、それを損傷部位に移植するというものです。鼻の手術、その細胞を取る手術もしますし、もう一度背中を開いてそこに移植をするものです。これは誰しもが受けれるものではなくて、ある程度の基準というものがあります。その基準を満たした人だけが受けれる再生医療になります。で、手術後は48週間のリハビリ入院を行います。そのリハビリ入院をしているのが国リハですね。なので計1年間が入院期間になります。まあでも外出外泊とかは普通にできますけどね。で、私が入院してる時に、受傷5年くらい経ってからその再生医療を受けた方で、損傷部位は胸椎の5、6番だっけかなの完全麻痺の方がいらっしゃいました。で、その方に、どうですか、受けてみて何か変化ありますかというふうに聞いたら、まあ、受ける前よりは少しこう自分が足を動かそうっていう時に反応するようにもなったし、あと便意が前よりはちょっと分かるようになったかなというような回答をいただけました。実際私も大阪大学の再生医療を一応受けれる対象ではあったものの、やっぱりその話を聞いた限りの治り方と、そこからでも1年また入院するっていうのを考えた時に、やっぱ入院費とかを考えると、ちょっと今受けるのは違うかなっていうふうに思って受けるのをやめました。次に札幌医科大学の再生医療ですが、ヒト骨髄由来肝葉系幹細胞というのを腕から採血、あと腎部からの骨髄採取をして培養させて、で、点滴で戻すっていうのがあります。で、そちらは手術とリハビリを合わせて約6ヶ月間になります。こちらの治験対象者っていうのは本当に範囲が狭くって、私は受けた方を2人知っています。1人は国立に札幌に行く前に入院していた方で、もう受傷を10年くらい経っている軽損の方でした。ただその方は不全なので、一応こう立つ
っていう動作だけはできたり、あとご飯をこうちょっとこう前かがみになりながら食べれていたりっていう感じの方でしたね。たまにここクリハに遊びに行った時に、たまたまその方が札幌から戻ってきた状態で行ってたんですけど、もうびっくりしましたね。めっちゃ状態良くなってるって思って、まあ、まず電動車椅子のままではあったんですけど、ご飯を食べる時は自分でも普通の椅子に乗り移って、もうすごい姿勢よくで、腕もこう上がるように顔をつける近づけて食べるんじゃなくて、腕をこう上げながら食べれるようになっていましたし、あと歩行っていうのも、まあ、前はできてたのかちょっとわからないんですけど、歩行っていうのもこうしてるのを見て、すごいってそこをその方は本当に思いました。まあ、実際その方自身も受賞してから J ワークアウトに通ってたっていうのも聞きましたし、あと食事管理ですね、食事管理の部分ですごい栄養に気をつけていたり、その J ワークじゃなくても時間があれば自分で体を動かすっていうこともしていたので、そもそも治験対象にもなれたし、なおかつ治験をした後の状態っていうのももしかしたら良くなったんじゃないのかなっていう風な、まあ、個人的なそれは意見になります。でも本当にそこまでの変化を見れて、もう自分のことのように嬉しかったですね。もう一人は私と同じ時期に入院していた軽装の C6 か C6 の不全の方です。まあ、なので大体受賞で2年なる前くらいで再生医療を受けたのかな。まあ、回復リハしてる時から一応片足がなんとなく動いてて、こう地面を蹴ってこうちょっとずつ車椅子をバックさせれるみたいな感じでは動かせるのを実際には見ていました。でも札幌から帰ってきてリハをしたら、今はそのちょっと動くって言ってた片足で手すりとかあまり使わず車椅子にこう乗ったままこうグイッと立ち上がれるっていうくらいまで今は状態が良くなったそうです。歩けるっていうのも本当に大事なんだけど、立てるっていうだけでもいろんなところでちょっと立てたらよかったのになっていう場面があるので、本当に立てるようになっただけでも全然違うと思いますね。このように札幌の治験に関しては今は不随の方が正直多いっていうのがあるかなっていう感覚はあります。まあ、でも札幌に行く前に国リハに入院するのでリハとかもあるんですけど、そこに受傷した10年くらいで胸椎を損傷した方がいてて、まあ、その方は結局ちょっと健康上の問題というかそういう問題でクリアできなかった部分があって、再生医療は受けれなかったんですが、でもその間入院してすごい久しぶりにというか久しぶりに集中的にリハをしたおかげで、なんか入院する前よりめっちゃ体が使えるようになった、ちょっと動くようになったっていうのも言ってました。まあ、ですからずっとまあ言ってることですけど、細胞っていうのは動かない麻痺部分でも生きてるわけなんですよね。まあ、だから本当に生きてれば何が起こるかわからないからこそ、やっぱり動かすこと、なんとなく意識してでも動かなくても日頃からちょっとずつちょっとずつ動かしていくことって大切なんだなってその人の話を聞いてより思いました。お話しした2つ以外でも他に自由診療、自分でお金を払って、まあ、クリニックとかで受けれる自己骨髄由来幹細胞点滴っていうのもあります。まあ、知っておくことも大切だと思いますので、気になる方は調べてみてください。本当にいろんなねクリニックでその再生医療は行っています。まあ、それでもやっぱり受けるにあたってはある程度自分の検査っていうのは必要になります。受けれる対象なのかとか、その健康面とか、なんかそういう感染症にかかってないかとか、なんかそういうのはやっぱり必須なので、まずはでも気になったらぜひ調べてみてください。今回お話しした大阪大学と札幌医科大学の
ことについて、なんか自分は対象なんだろうか、できるんだろうかとか、なんかそういうのを思った方は、まあ、一番問い合わせして早いのはやっぱりコクリ派かなと思いますので、ぜひコクリ派に問い合わせてみてください。また治験情報っていうのも、私自身怪我した時に知りますまもうそれは知らなかったんですよね。知らなかったし、治験があるなんていうのも本当に知らなかったので、そういう情報をどうやったら得るんだろうっていう声もすごい聞きます。なので、そういうのはですね、再生医療ポータルというサイトがあります。概要欄にもリンクを貼っておくんですけども、こちらは、まあ、脊損だけではなく全体的なね、いろんな病気とかの再生医療情報など、まあ、医療情報が載っているので、ぜひチェックしてみてください。また近くにね、探してるよなんていう声を聞くっていう時があれば、ぜひ周りの人にも教えてあげてください。最後に iPS 細胞やこういった再生医療の研究費、そして承認には莫大な費用がかかります。ですが、日本は海外と比べてあまり、興味関心というものがなく、費用が足りない状況、研究ができない状況っていうのがそこまで迫っているそうです。なので、いつか自分のためにも、そして誰かのためにも基金がありますので、ぜひご協力していただけたらと思いますし、また今年は中止になってしまったんですが、以前動画で Wings for Run というチャリティーマラソンのご紹介をさせていただきました。それは脊髄損傷のそういう再生医療の研究資金であったり、そういうチャリティーマラソンになるので、本当に一人一人のちょっとの力が大きな形になっていくと思いますので、ぜひご協力をよろしくお願いします。ではこんな感じで、この動画が役に立ったな、いいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。